今回はニコンのミラーレスカメラ Z8 と Z9 を性能比較していきたいと思います。スペックは Z9 とほぼ変わらないままボディの小型軽量化を実現した Z8、 新たに追加された被写体検出の飛行機モードや美肌効果も試しながら比較していきたいと思います。 Z8 の詳しいスペックやボディのデザインの比較は先行体験の動画で解説しているので、ぜひそちらもご覧ください。今回はご覧の項目で比較していきます。 Z9 と同等の性能という Z8 ですが、実際に比べてみた時には果たしてどうなのか。性能比較の際は 24mm から 70mm F2.8 のレンズを使用しています。それでは早速シャッターオンから見ていきましょう。人物に対する瞳検出と追従性能を比較していきます。検出枠に注目してみてください。ご覧の通り、人物がかなり小さい状態でも顔や瞳を検出してくれていることがわかります。後ろを向いて遠ざかってもかなり小さくなるまで追尾し続けてくれました。前後に動いた時の追尾性能も非常に優れています。向かってくる動きが苦手なカメラもありますが、Z9、Z8 ともにほぼ瞳を離さず追尾してくれました。顔の角度ですが、真横を向いてもしっかり検出できています。瞳が見えなくなると頭部検出に切り替わりますが、こちらも迷うことなく人物を捉えていますね。フレーム外から入ってくる人にも素早く AF は反応し、画面いっぱいまで追尾してくれました。瞬間的な反応もさすがの性能です。Z9 と Z8 を比べた結果ですが、 AF 性能は両機種で違いないことが分かりました。 Z9 との違いとして、被写体検出の乗り物モードに加え専用の飛行機モードが追加されています。 Z8 の飛行機モード、 Z9 の乗り物モードで差は出るのか、実際飛行機を撮影しに行ってきました。飛行機撮影ではニッコール Z100-400mm を使用しています。まず飛行機の離陸シーンです。 Z9 は機体に AF が合っているのに対し、 Z8 はコックピットを検出しているのがわかります。斜めからの角度でもしっかりコックピットを捉えているのは驚きですね。両機種とも非常に小さくなるまで追尾し続けてくれました。豆粒のように小さい状態でも飛行機として検出してくれる性能を持っています。今回撮影で差が出たのが飛行機の後ろ部分を撮影した時です。Z9 ではこのように向こうを向いた飛行機の検出はしてくれませんでした。一方 Z8 では同じシーンでもしっかり被写体を検出してくれていることがわかります。飛行機モードが追加されたことで Z8 はその検出精度が上がっているようです。これが暗い環境などカメラにとってより厳しい条件であれば、もっと差が出てくるのではないでしょうか。手ブレ補正に関しても Z8 と Z9 は同等の性能です。五軸ボディ内手ブレ補正が搭載され、レンズとシンクロ VR で最大6段分の手ブレ補正効果を発揮します。動画の歩き取りで違いがあるか確認してみましょう。2台を横並びにして同時に録画していますが、いかがでしょうか。今回装着した 24-70mm には手ブレ補正が搭載されていないので、純粋にボディ内手ブレ補正の性能が感じられると思います。より強力にブレを補正してくれる電子手ブレ補正でも検証してみます。電子手ブレ補正をオンにすると画角は若干クロップされます。こちらも非常に優秀な手ブレ補正を感じられます。両機種でほぼ差はありませんが、階段を降りた際に Z9 の方が若干カクカクして背景がブレる部分が見られました。単純に重量のある Z9 の方が手持ちした時にブレが大きくなりやすいという問題はありそうです。その点、小型軽量になった Z8 は
手持ちのスローシャッターなども撮影しやすそうです。高感度性能も比較してみます。赤枠部分を拡大して ISO 感度ごとの写りの違いを見ていきましょう。 Z8 と Z9 は有効画素数が4571万画素、その高画素センサーのおかげで画像を拡大してもビルの細かい線を美しく描写できています。両機種とも ISO1600 まではほとんどノイズが乗っておらず綺麗ですが、 ISO3200 からは特に空の部分でノイズが見え始めます。しかし ISO6400 でもざらつき感はかなり抑えられており、 ISO12800 でもビルの線が潰れることなくしっかり描写できていることに驚きです。ノイズの出方は両機種で差はなく、非常に優秀な高感度性能を有していることが分かりました。拡大する場所を変えて再度比較してみます。これだけ拡大しても細かなディテールまでしっかり映し出せていることが分かります。感度を上げすぎるとさすがにベタっとした描写になってくるので、画質をシビアに気にする方は ISO3200 あたりまでにしておくと良さそうです。個人的には ISO12800 までは実用範囲だと感じたので、高感度も安心して使っていけそうです。 Z8 で新しく追加された機能の一つ、美肌効果を試してみました。肌の調子が滑らかになるよう自動で補正してくれる機能で、3段階から効果を選択できます。それぞれの効果で撮影した動画を並べてみるとこんな感じです。かなりナチュラルに肌を補正してくれる印象で、パッと見はそこまで変化がないように感じます。わかりやすいように美肌効果なしと強めを並べてみます。こうすると美肌効果強めの方が美しく綺麗な肌で撮影できていることがわかると思います。静止画であれば後からレタッチすることもできますが、動画だとそれはなかなか難しいので、人物撮影の際は常に使いたい機能だと感じました。ということで今回はニコン Z8 と Z9 の性能を比較していきました。実際に比べてみてもほぼ差はなく、 Z8 はしっかりと Z9 の性能を引き継いでいるんだと確認できました。 Z8 は Z9 から約 30% もボディが小型化されていることもあって、フラッグシップの性能をそのままにかなり持ち出しやすいカメラになったと感じます。もちろんバッテリーの持ちは Z9 の方が上ですが、 Z8 は予備バッテリーも手軽に持っていけるサイズなので全く問題ないでしょう。個人的には Z8 で SD カードが使えるようになったことも非常に嬉しいポイントです。 Z9 の大きさや価格がネックだったという人は迷わず Z8 を手に取ってほしいと思います。ぜひカメラの北村でチェックしてみてください。